1号艇静岡土屋美咲、2号艇は香川平高奈々、3号艇は三重上優香、4号艇福岡野田部博子、5号艇は長崎滝川真由子、6号艇は埼玉宮崎杏奈。得点率首位争いに絡んでいます。2コースは2号艇の平高奈々、5戦2勝のオール3連帯です。3コースは3号艇の上優香です。また F2 でもしっかりとポイント争い絡んできてというところで、4コースからから4号艇野田部、5コースは地元5号艇滝川、大外6号艇宮崎です。スタートしていきました。進入固定戦トップスタートは1コース1号艇の土屋が決めていきました。角から4号艇野田部が出ていきますが、それを抑えながらの2号艇平高のまくり、1番と2番のトップ争い、わずかに2号艇の平高前です。先頭をリードしたのは2号艇の平高、追走に1号艇の土屋、その後で5番3番4番接戦、最後方は6番となり2マークです。スタートは前提正常でした。2号艇の平高トップリードを広げながらホームストレッチへ帰っています。少し1号艇の土屋2マーク揉まれましたが、まだ2番手です。3番手争いには4号艇の野田部、外に5号艇滝川、一歩後で3号艇の上が続いて2周目1マークの旋回。綺麗にまくっていきましたね。まあ4に抵抗した結果ラッキーでしたね。はい、そうですか。はい、では振り返っていきます。湿気があったり気圧が低かったりなんですけど、はい、あの変化はありましたか？と思ってゼロで行ったんですけど、うん、ゼロだとやっぱり試運転がすごい乗りにくくて、うん、はい、なんか不安なままレース行ったんですけど、まあ一幕の感じは良かったですね。はい、うん、直線も悪くないです。そうですね、うん、はい、はい、さあ、じゃあ、まあ、天気によって中途上げ下げするっていう感じですかね、明日も。いや、まあ、これだったらゼロでもいけるかな、うん、と思います。はい、あ、なるほどね。はい、このあと12レースがまだ待っていますけれども、はいはい、もう予選終わりましたけれどもね、あの非常に好成績で終わったと思います。はい、はい、後半は12レースです。じゃあそちらに向けて一言お願いします。はい、まなちゃんとワンツーできるように頑張ります。はい、7レース1着平高選手でした。はい、ワンワン可愛いですね。可愛い、めっちゃ癒される。ありがとうございました。